ここはインコース素晴らしいボールです。小島です。直江続投、そしてバッターボックスには山口です。あ、ここは威力のあるまっすぐで山口をねじ伏せました。直江、桑田コーチの試合後の取材に私も参加していたんですけども、どうやらそのかなり本格的に9回体制、まあ、さらには今シーズンから3年ぶりに延長12回復活ということで、もうリリーフは何枚いても。そうなんですよ。高木恭介もそうでしょう。ちょっと内に入ったボール149キロ。だから今日僕ファームでのその高橋投手のピッチングっていうのは、はい、すごくそれがつながってるんじゃないかなと思いますけどね、うん、バット回って藤原は空振りの三振です。どちらかというと結構戸田選手ってあの上からこう投げ下ろすタイプじゃないですか。はい、あ、いいボールですね。素晴らしいまっすぐです。高卒4年目の、まあ、ドラフト同期入団同学年